日本ハム柿の木連投手24が28日二軍施設の千葉、鎌谷で来期契約を結ばないことを通達された柿の木は18年ドラフト5位で大阪党員から入団プロ4年目の22年にプロ初登板を果たして4試合に登板し0勝0敗防御率2-08だったが同年オフに戦力外通告 23年からは育成選手として再出発していたが、育成2年目の今季も支配下復帰は果たせなかった。大阪桐蔭時代は18年春の選抜でチームメイトの根尾明、現中日、ラト全国制覇、同年夏の甲子園でも決勝まで進出すると、金農旋風を巻き起こしていた金足の吉田規生と投げ合って春夏連覇を達成。同年ドラフトでは吉田がドラフト1位。 柿の木は同5位と第100回記念大会の優勝。準優勝投手が日本ハムに入団して話題となったが、吉田はサクオフにオリックスへトレード移籍。柿の木も戦力外となり、二人ともチームを去ることになった。柿の木は、もちろん悔しいですし、でも覚悟はしていた。結果でない中、こんな僕を6年間見てくださったファイターズには感謝したいなと思いますと話した。現役続行を希望しており、 トライアウトも受ける方向で考えている。